ロバート・ジョゼフ・アーリンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身のプロ野球選手。NPB の北海道日本ハムファイターズ所属。左投げ右打ち。2009年の MLB ドラフト3巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、7月29日に契約。契約後、参カのルーキー級アリゾナリーグ・レンジャーズでプロデビュー。3試合に登板して、 防御率2.25、9奪三振を記録した。2010年は A 級、ヒッコリクローダッツでプレーし、28試合に、登板して6勝3敗1セーブ、防御率2.12、125奪三振を記録した。2011年はまず A 級マートルビーチ・ペリカンズで9試合に、先発登板して3勝2敗、防御率2.14、62奪三振を記録した。 5月に AA q フリスコラフライダーズへ昇格。11試合に登板して5勝2敗、防御率4.32、61奪三振を記録した。2011年7月31日にマイク・アダムスとのトレードでジョー・イーランドと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。移籍後は参加の AA q サンアントニオ・ミッションズでプレイし、6試合に登板して1勝0敗。 防御率1.38、31奪三振を記録した。2012年は AA 級サンアントニオとルーキー級アリゾナリーグパドレスでプレー AA 級サンアントニオでは11試合に先発登板して3勝1敗、防御率2.92、72奪三振を記録した。2013年はトリプル A 級ツーソンパドレスで開幕を迎え、4月24日に パドレスとメジャー契約を結んだ。4月30日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。9回から登板し、コディランサムに本塁打を打たれるなど、1回を投げ3安打に失点だった。5月2日にトリプル A 級ツーソンへ降格。6月1日にメジャーへ最昇格。先発に転校し、同日のトロントブルージェイズ戦では6.2回を8、安打に失点に抑え。 メジャー初勝利を挙げた。6月2日にトリプル A 級通算へ降格。6月26日に最小を獲したが、3試合に先発して0勝2敗と結果を残せず、7月8日に再びトリプル A 級通算へ降格。8月28日に最小を獲した。この年メジャーでは11試合に登板して3勝3敗、防御率4.12、40奪三振を記録した。 2014年3月3日にパドレスと1年契約に合意し、開幕時には先発ローテーション入りを果たした。この年は13試合に登板して4勝5敗、防御率4.99、46奪三振を記録した。2016年5月にはトミー・ジョン手術を受け、残りシーズンと2017年を全休した。2019年オフの10月31日に FA となった。 2020年1月31日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった7月20日にメジャー契約を結んで40人枠入りした8月2日にディーフとなった2020年8月7日にウェーバー工事を経てアトランタブレーブスへ移籍した9月12日にディーフとなり 14日に自由契約となった。2020年12月3日、北海道日本ハムファイターズとの契約に合意した。直球の球速は時速 140km 中盤だが、制球力が良く、チェンジアップや変化の大きいカーブなどを投じる。NPB、ありがとうございます。